みゆきけお株式会社は愛知県名古屋市に本社を置く福次メーカーである東洋棒の完全子会社通称みゆき明治38年に祖父江里一郎が名古屋市内で織布と染め物の工場を開業1910年に合資会社みゆきけお工場を設立した1918年に株式会社に移行してみゆきけお株式会社となる 1953年に、みゆきテックス。1958年には、ファンシーテックスと、みゆきを代表する高級福祉素材をそれぞれ発売し、1957年に、日本テレビで放送を開始した、冠無理スポンサー付き番組、野球教室の放送を含めた宣伝で一躍、脚光を浴びた。中でも、山本直澄作曲による、CM ソング、みゆきの歌は、 ミユキの代名詞となった。また、1980年にはオーストラリアに、ミユキオーストラリア牧場を開業し、羊毛の育成から商品の製造、販売を自社で一括管理して、より高級感のある商品を手頃な価格でユーザーに提供した。この牧場は CM にも登場している。近年は、電子部品、ショッピングセンターなどの不動産事業にも着手。 かつて本社と工場があった地は、現在ショッピングモール、みゆきモールとなっており、その一角には、羊のモニュメントが作られた。2003年をもって、商号を、みゆきホールディングス株式会社に改め、持ち株会社に移行。その参加として、会社分割により、新たに設立したみゆきケオリ株式会社と、そのアパレル事業の関連会社、みゆき販売株式会社。 株式会社ランクロージング、並びに下着を製造するアングルみゆき株式会社と、それらアパレル事業の販売部門を請け負う、株式会社みゆきライフ、電子部品の製造販売を行うみゆきクス株式会社、人材派遣と不動産事業を展開する中京産業株式会社を置いている。2009年9月1日にみゆきホールディングス株式会社は、 現在の大株主である東洋房との間で株式交換を行い東洋房の完全子会社となる。そのため2009年8月26日付で上場廃止。2013年4月1日持ち株会社制を辞め三行ホールディングス株式会社が三行き織株式会社を吸収合併し社名を三行き織株式会社に変更した。また同日 子会社の株式会社ランクロージングもみゆきソーイング株式会社へ社名変更した。2017年4月1日、みゆきケオリ株式会社は子会社のみゆき販売株式会社を吸収合併した。2018年4月1日、同じく東洋棒グループの東洋棒、テクノウール株式会社を吸収合併した。 ABC 三行県織株式会社第158期決算広告代表取締役の移動に関するお知らせありがとうございます。